こんにちは、川野太郎です。第3回目になりますね。受験勉強方法論総論になります。今回は無駄な時間を減らす方法というんですけど、これ超ありきたりだと思うんですけど、無駄な時間を減らすのって超受験勉強で大事なんです。で、いろんな方法論が小手先の話をお話しされてますけど、一番最も大事なことは自分が変えられるものやことに時間とか労力っていうものを集中させる。これをしっかりと意識すれば、無駄な時間とか無駄なメンタルコストとかも言ったりするんですけど、気になって気になってとか、あいつのことがイライラしてしょうがないとかっていうの、勉強の集中力を削いで、結果的に勉強の質を下げて暗記できる量を減らして点数を減らすじゃないですか。なので、そういうことをない、無駄な時間とか無駄な感情コストを割かないためにどうするか、自分が変えられるものやことに時間と労力を集中させる。この考え方、一つ身につけてください。で、めっちゃ簡単な例を言うと、よーく中学とかで多いかもしんないけど、学校の先生になんか無駄に反抗しちゃう時期ってあるじゃん。まああれ反抗期っていう発達の問題でもあるから悪いことではないんだけども、まあ高校3年生とかになってやらない方がいいと思います。まあ先生のね、その指導の方が、まあ論理的に考えておかしいじゃんとか、先生もなんかその自分のエゴでしょうとか、僕たちのこと考えてる、私たちのこと考えてるみたいなんてあると思うんだけど、それに対して、文句とか、いや、ほんまないわ、とか、喧嘩したりとかって、まあ、喧嘩するの疲れるし、感情コストもかかるし、もう帰ってもイライラして勉強に集中できないとか、いう弊害しか招かないんですよね。なので、自分が変えられること、いや、ものには集中してください。でも、その先生の指導法とかって、先生、こういう指導してほしいんですって、ああ、そういう指導したら君たちはいいのかって、変えてくれる先生、そもそもそんなこと言わないじゃん。まあ、変えてくれる先生だったらやってみたらいいと思うけど、でも、そういう、もう凝り固まった先生っていうのはめちゃめちゃ存在しますよ。僕の高校にもいました。なので、この自分がもうそれは変えられないもの、ことに分類されるわけだ。それに対して、時間とかね、いろいろ言ったりする時間とか、労力、なんかギャーギャー言って口を動かしてギャーギャー言ったりとかさ、家に帰ってイライラしたりとか、そういうものをまず割かない。それよりかは、あの先生なんでこんなこと言ってくるんだろうかって考えて、なんでだろうっていうので考えて、でも自分に対して直接言ってきてるわけじゃないから、こうすれば、自分は勉強に集中できるなって論理的に方法を考え出して、それをやる。つまり、この先生による被害を、自分に対する被害を最小化するためにはどうしたらいいんだろうっていうことは、自分が変えられますよね。その状況を、先生は変わりませんが、自分としてどういう策を講じて自分に最も利益がある状態を作るのかっていうのは、自分が変えられるものやこと、状況っていうのは変えられますよね。なので、そこに考えるっていう労力とか時間っていうのを集中させて、あ、こうしたら被害最小化できるなっていう方策を見つけ出して実行するっていうことをすると、無駄に喧嘩したりとかしている生徒よりも成績は伸ばせるっていうことが、まあ論理的には明確ですよね。もうちょっと見ていきましょう。自分は自称進学校だからなと。自分の高校からもう一人も出てないようなところ志望してるとか、一人とか毎年しか出ないんだよ、だから無理だよっていう結論の人。自称進学校だから、まあ、この自称進学校の定義って難しいですけど、まあ、つまりところ自分の志望校に対して、ですね、自分の高校から出てる人が少ないっていうような状況っていうのは、自分が変えられないことですよね。今までの実績なんかもう固定したものですから、変動はしません。でも、じゃあ、まあ、高校、この高校だから受け付けませんってことはないですよね。入試はこの高校以外の人は受験できませんみたいなのはないわけですよね。ってなったんだったら、じゃあどうやって今の成績からその大学に合格するようなロジックを作っていくかっていうのを考えたりとか、暗記を頑張って、じゃあ暗記どうやる方が、こうやったら確実に暗記ができる、じゃあこの方法を多頻度反復で頑張ろうとかいうので、時間と労力を集中させるっていうことをする。自分は自称進学校だからなとか言って、この自称進学校では一人二人かと、何年だったら一人二人か行けるのかな、ヤフー知恵袋で聞いてみようとか、なんか YouTube のコメントに書いてみようとか、どういけるのかなとか、自分の高校だったらいけるかどうかをいろんな人に聞いて回ったりとかですね、そう、ネットでいろんな Twitter とかでよくわからない人にリプ飛ばしてみたりとか、そういう時間は無駄なんですよ。それしてても成績上がんないじゃん、点数上がんないじゃん。そんなことをしている暇がある。つまり、自分が変えられない物事、もう過去の結果、不安だと思うよ。不安だと思うんだけど、行きたいんでしょ。別に行きたくなかったら下げてもいいんだよ、僕。それは自分の、人生どっちを選択するって、その選択肢自体に正解も不正解もないからね。で、いいんだけど、行きたいんだったら、もう決定事項だ。行きたいんでしょ、行くんでしょ。だったら、もう過去の実績はもう不安なものなの。しょうがない。変わらないじゃん。だったら、
どうやったら合格するかな、どう勉強したら点上がるかなって方を考えたりとか、暗記を頑張って実行したり時間をかけたりっていうのをやる方がいいですよね。というかそれやらないと点上がらないので、無駄にいろんな人にリプ飛ばしたりとか YouTube のコメントで聞いたりとか、ネットでいろんな自称進学校から医学部に合格する方法、まあもちろんですね、論理的にその方法策を探してるんだったらいいですけど、安心材料を見つけるために自分でもいけるって言ってほしいがためにいろんな質問って、まあここ言っちゃ、ここやから言えることないけど、まあ、YouTube って多いんだよね。そのコメント欄とか見てても、やっぱり、これで大丈夫ですよねっていう質問っていうのは、大丈夫って言ってほしいんだけど、別に言ってあげることはできるよ。できるけど、大丈夫って言われてさ、本番、実は大丈夫じゃなく、ないんだよ。大体大丈夫じゃないんだけど、そういうやつ。本番落ちたら不幸じゃん。だからもう結構厳しいこと言うと思うし、すごい難しい話してると思うんだけど、それはもう結果出してほしいからっていうところが大きいよね。だから、自分が変えられる物事に集中して、いけるかなどうかな不安。もうじゃあ不安なものは不安だよ。しゃあないよ。だって難しい挑戦しようとしてるんだから。それは事実だよ。事実として受け止めて、でも行きたいんでしょ。難しい挑戦したいんだったら、どうやって結果を出すかってことに時間の労力を集中させるっていうのが一番結果出やすいよねと。そこ頑張ろうやという話になります。次。田舎で図書館とか自習室が近くにないから勉強集中できませんと。まあこれもわかる。めちゃめちゃわかる。まあ正直、わかるって言っても俺自身都会やからさ、都会で大阪育ちやからね。ぶっちゃけ図書館とか、近所にはなかったけど、ちょっと自転車で行けばあったし、自習室とかっていうのも、塾行ってたりしてたから、まああったわけよね。まあ、環境的には恵まれたなって思うけど、このじゃあ田舎でどうしようかと。でもこの図書館とか自習室がないんで、都会の人はある、ずるいな、それもう自分が変えられないものやことじゃん。変えられないでしょ。これにブーブーギャーギャー言ったって変わんないんだよ。じゃあ、それ10時間ブーブーギャーギャー言って100エネルギー消費したんだったら、その10時間と100エネルギーで50点は言い過ぎか。5点ぐらい本番の点上げれるかもしんないじゃん。そっちに時間と労力割こうよってことだよ。集中できないんだったら、じゃあもう家でしかやることしかないのか、それとも他の方法があるのかっていうのを考える。だからどっかで行って勉強する場所を、今最近コワーキングスペースとか言ったりするけど、カフェでちょっとフリースペース、勉強スペースとかあるじゃん。それを探すのか、そもそもないんだったら、じゃあ家でやるんだったら、じゃあ家で自分が集中できなくなるのはどういう時か。こういう、ちょっと携帯を、あーと思って1時間ぐらいしたら、携帯パッといじったらそこから1時間、2時間いっちゃうと。じゃあ1時間、1時間いっちゃうのはこのアプリとこのアプリで Twitter 開いてザーって見ちゃうからとか、YouTube 開いちゃうから、じゃあやったら YouTube は開けないようにアプリロックとかしたらいいじゃないとか、そういう、もう、時間と労力は自分が変えられる。こうやったら集中できるようになるな。どうやって集中しようか。もうこの田舎で図書館で自室が近くにあっても変わらない事実。でも自分が家で集中するっていう状況には自分の力で変えられるんよね。こうやろう、こうやろうって変えられるわけよ。いろんな方策考えられるわけよね。困ったら聞いてくれたらいいよ。論理的な回答をなるべくお伝えするから。な。ってやったら時間と労力そこにかけたら結果出せるかもしれへんやん。結果出しやすくなるやん。なのにさ、このないからどうたらこうだって文句言ったって、その文句言った時間と労力がもったいないじゃん。だから、自分が変えられることに徹底して集中する。徹底して時間と労力を割く。これができたら、特に高校生ってこれ無駄なことでほんま変えられないことに文句言いがちなんよ。ブー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 文句言ってるけど、文句言わずに、もう決まったものは仕方ない。この状況できちったら、じゃあ、この決まった状態の中で自分の工夫でどう考えていける、どう変えていけるだろうか。同じような学校の授業でもどうやって工夫したら自分のメリット最大化させる、要は自分でなんか勉強ちょっとでもさ単語帳開いたら文句言われる先生とかおるじゃん。ああいう先生でもどうやったらこの授業どういう風に聞けばどういう風に自分が準備していけば自分のメリット最大化させられるかなっていう風に考えていくっていうことをすると、まずストレス、無駄なストレス、イライラっていうのが溜まるんよ。自分がやっぱ変えられないことに対する文句でさ、どうせ変わらないから、これ無限にストレスが溜まっていって、でイライラしたら勉強とか集中力って低下するんよね。それもったいないじゃん。だから変えられる物事に集中して、よし、これで頑張ろうとやった方が、ストレスもないので、当然点数っていうのは上がりやすくなりますよね、ということが明確なんで、皆さん、無駄な時間を減らす方法、自分が変えられるものことに時間と労力を集中させる。これ意識して、受験本番まで忘れず、またまあ受験以降も忘れず頑張っていただきたいなと思っております。では第3回以上になります。